到着ね。あら、レイちゃんも一緒なの？ええ、先ほどまでキリトたちとダンジョンにいたのです。さっきまで？あんたゲームしすぎじゃない？それに昨日の朝もキリトさんたちとダンジョンに行ってなかったっけ？少しは寝てるの？ご飯は？大丈夫大丈夫、人間1日2日寝なくったって死にゃしないって。そうそう、要は気合だって。私も若い頃は相当無茶したもんよ。この2人は気にしないでいいから、辛くなったらいつでも抜けていいからね。うんうん、徹夜はお肌に毒だぜ。そんなんじゃ私みたいなピチピチ美少女になれねえぞ。深さはどっち側なんですか？それこそ気にしたら負けだよ。基本的に深は適当なことしか言わないんだから。うん、ピトさん、最近親友が冷たいんだけど、どうしたらいいかな？あら、奇遇ね。私も最近全身ピンクの女の子から距離を置かれててね。前はキスまで OK だったのに。そんなの OK したことは一度もないですから。まあそんな話はどうでもいいとして、これはーい、今日こそ見つかるといいね、セブン。ええ、絶対見つけ出してみせるわ。よし、それじゃあひとまず昨日のところまで行きましょうか。合点だよ、ピトさん。でもいいんだぜ。おい、見ろ。素晴らしいです。まだまだ大活躍だわ。俺たちの勝ちだ。敵さんのお出ましだ。レアアイテムじゃないか。サプレッション、素晴らしいです。アファス、まだいる。すっげーな。やるね。レアアイテムです。ラッキーですわ。やった、トレジャーボックスだ。お、敵ミッケ。クリティカルだ。動きが鈍ってる。思いますよ。終わったな。レアアイテムじゃないか。
ナイパーだ。クリティカルだ。動きが鈍ってる。さすが深次郎、手応えあった。ヘイトが集まった。アバス、ヘイトが集まった。あ、スナイパーだ。今のうちだ。大活躍だね。やるね。まだやる。あ、スナイパーだ。アバス、やるじゃん。さすが、グレネードだ。仕留める。仕留める。燃えてる。手応え来た。投げるぞ。くらえ。これだな。これだな。手を貸してほしい。クリティカルだ。みんな注意して。クリティカルだ。仕留める。ほれ、グレネードだ。狙うぞ。やるね。レン、これだな。クリティカルだ。いいペースだね。やるじゃん。嬉しいですわ。みんな、注意して。まだまだ行くぞ。毒状態だよ。アバス、助かった。さすが、ありがとうございます。クリティカルだ。最高ですわ。手を貸してほしい。このまま押し切ろう。燃えてる。仕留める。やるね。仕留める。まだまだ来るぞ。みんな注意して。クリティカルだ。アベルさん、やるね。レン、まだ。何かしてくる気配です。そろそろ終わりだな。これだな。何かしてくる気配です。クリティカルだ。守れ、グレネードだ。おお、まだまだ決めるよ。使うね。到着。お、敵見っけ。これだな。集中攻撃だ。やっ、アファシス、助かった。やるね。ありがとうございます。お、敵見っけ。マスター、トレジャーボックスですわ。どうだ。仕留める。毒状態だよ。仕留める。狙うぞ。クリティカルだ。手応え。投げるぞ。
させない。クリティカルだ、クリティカルだ。俺たちの勝ち。レアアイテムじゃないか。やめ。決めるよ。サポートいたします。いいですわね。暴れるぜ。いいな。どうもどうも。何なのですか、このエリアは。本当に地球でしょうか。私も昨日そう思ったよ。めんどくさいエリアだよね。まったく、どこの誰が考えたんだか。私たちはレアアイテムって目的があるからいいけど、セブンちゃんたちは本当にここでよかったの？ええ、なんとなくだけど。根拠はないけど、それでもあの人はここにいる気がするの。だから私はあなたたちについていくわ。よろしくね。そういえばセブンは何かの調査のためにジジオに来たんだっけ。一体何を探してるのか、お姉さんたちにこっそり教えてもいいんだぜ。実はね、ユナを探しているの。ユナって、あの AR アイドルのユナのこと。今ジジオにいるの？イメージから遠すぎるような。コラボでもしてたっけ。いいえ、コラボなんかしてないわ。でもユナは GGO に来てるはずなの。私ログを見つけたんだから。え？来てるよ。ログ？それってどういう。え、今の声って。こんにちは、ユナだよ。ユナちゃんだー。本物？本当に本当にユナちゃん？みんな頑張ってる？あー、本当にユナちゃんだー。なんかちょっと話がずれてるような気がするんだけど。っていうか、セブンが探してたのってユナだったのか。これはあれだな、アイドルはアイドルと惹かれ合うってやつだな。セブン、よかったね。ねえ、ありがとう。お姉ちゃん、みんなもありがとう。応援ありがとう。やっぱりいまいち話が噛み合ってない。それは仕方ないわ。とってもよくできてはいるけど、ユナちゃんの AI は多分。AI が何？まあまあ、細かい話はいいじゃない。それよりほら、クエストを攻略しようよ。ね。ええ、しましょうしましょう。って言ってるけど、どうする？ピトさん。いいんじゃないの？セブンちゃんも嬉しそうだし。わかった、では進もう。でもさ、そもそも攻略なんてできるの？このエリア絶対挑戦ミスってるでしょ。そうね、 GGO で重要な臨床性、視覚、聴覚、その全てに制限をかけるなんて普通はありえないわ。こんなのプレイヤースキルの、ゲーム自体の否定に他ならないものだから、制限を解除する仕掛けが間違いなく存在するはずよ。フィールド内に変わったものやおかしなものがないか探しながら進みましょう。変わったものやおかしなもの、
全身ピンクのチビ女ならすぐ近くにいるけど。えへへ、やだな、ふかチビだなんて。褒めても何も出ないんだからね。え、気にしない気にしない、気にしたら負けだぜ。ひとまずセブンちゃんの言う通り、周囲を警戒しながら進みましょうか。ガテン、バフいくぞ。任せて、ガジェットいくぞ。よし、いいな、嬉しいです。よし、レイちゃん体が軽いよ。いいな、まだまだ。いいな。どうしたもんだか。バフですわ。てめえ。相変わらず何にも見えねえ。ここまでずっと手がかりなしか。きついな。お前も気づいたか。どうやら位置によって吹雪の強さが変わるみたいだ。ふふん、セオリー的には吹雪の一番強いところにお宝があるって感じかしら。そこに吹雪を止めるための何かもあるはずよ。行ってみましょう。オッケー。だね、サポート行くぞ。行くよ。その調子。ま、こんなもんよ。マスター、トレジャーボックスですわ。よし、使うね。や、レアアイテムじゃん、いいな。ゆっゆっゆっ、決めさせない。発見。何なんだろうあれ。何か文字が書いてある。クイーン・オブ・ザ・ナイト。どういうこと。直訳すると、女王・オブ・ザ・夜。さっぱりわかんねえ。そういう名前のアリアがあるわね。関係あるかどうかは知らないけど。施設の周囲の吹雪が周りと比べて明らかに強くなっている。あの建物がこの吹雪を発生させているのかもな。人工降雪施設みたいなものってこと。じゃああの施設を止めれば。問題はどうやって止めるかね。あの規模の建物をぶち壊すには私の右田と左子でも火力が足んないかな。あの建物の前にあるオブジェクト、あれを使うことはできないかな。初めて見るオブジェクトだな。使い方が分かればいいんだが。そうね、しばらくはあの施設の攻略方法とオブジェクトの使い方を調べましょうか。案外みんなで突っ込めばなんとかなったりするかもだけど。マスター、キリトから通信ですわ。忙しいところすまない。君の力がいるんだ。こっちに戻ってきてくれないか。キリト、なんだか焦っているみたいですわね。
どうしたのでしょうか。こっちのことは気にしないで、私たちで何とかしておくから。あんまり無茶しちゃダメよ。睡眠と食事はちゃんと取りなさいよ。それではマスター、参りましょう。スナイパー、ビビってるわ。狙って。最高ですわ。スナイフ、狙い出しです。ロック状態だ。デバフ入った。これだな。仕留める。これだな、これだな。狙うぞ。エネミーが燃えてるわよ。手を返す。グーッと。リズベット。リズ、終わったな。おい、見ろ。その調子。やるぞ。その調子。ざっとこんなものよ。
ありがとう。マスター、トレジャーボックスですわ。レアアイテムじゃないか。スナイプ。やりましたよ。やるじゃない。終わった。私もなかなかですよね。トレジャーボックスですね。アファス、助かった。レアアイテムです。ラッキーですわ。アファス、任せろ。おい、見ろ、近寄らせるな。クリスタルだ。レイドが集まってる。よし、すごいですよ。想像以上ね。いい感じですね。やめるわよ。やっとこんなものよ。こいつ最高ですよ。アファス、スナイパー最高ですよ。クリスタルだ。スタンス待つ。集中攻撃だ。ポイズンです。次だ。すごいです。シリカ、デバフ入った。レアアイテムです。ラッキーですわ。デバフ入った。おい、見ろ、近寄らせるな。仕留める。手を貸してほしい。アファス、助かった。狙い時だ。最高ですよ。アファス、いいぞ。クリスタルだ。デバフ入った。こいつよ。デバフ入った。誰か投げそうしてる。回復しますわ。これだな。ヘイトが集まってる。クリティカルだ。よし、いい感じですね。シーカ、まだやめる。返してきますか。終わった。朝飯前よ。わあ、ヘッヘイクタ。
行くわよ。